今ね、3年目のシーズンなんですけど、なんとですね、レフトをやりたすぎて、ひたすらしつこくね、代理人に要求してたらね、なんとタイガースに行ってしまいました。てか、まあ自分で選んだんだけど、まあしょうがないね、またまあ、ジャイアンツとか戻ってくればいいか。レフトを本当に見たくて、このね、今作2020っていうのは、外野の守備がちょっと変わったらしくてね、そこら辺かなり面白いんで、ちょっとぜひとも見てもらいたいんでね。やってきました。皆さん、ジャイアンツから。わかんないな、これ。あ、大した変わんない変わんない。 あんま気にすんな気にすんな、ちっちゃいこと。クリス・セールか。オッケー。パーフェクト出た、左下。え、あぶね。パーフェクトでギリギリか。来ました、皆さん見てください。貞治をレフトフィールダーです。 これを見せたかった。レフトフィールダー貞治。貞治うめえ。昌磨うめえ、貞治。もう外野守備やるとね、途端に生き生きしちゃうからさ、楽しくてしょうがないね。オッケー。スパイクの音まで聞こえるよね。そう、実況の音はあれですね、下げました。結構外国の方のね、MLB ザショーの実況とか見てると、ほぼ実況のあれがなくて、音だけで楽しんでる感じです。 いやー、これちょっと、一応王さんのね、見ておくと、こういう感じで、まあ右の方はね、肩がやっぱ強いタイプなんで、75プラス11なんで、86あるんで、ちょっと、レフトゴロもね、視野に入れながら。OK! レフトゴロ、レフトゴロ。こういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうこと。すごくない？あるよ、あるよ、全然あるよ。今後ちょっとやっていくわ。多分、イチローさんがね、いけると思うんで。あー、しけた。イチロー選手が、結構守備がね、かなりあれなんですよ。こういうふうに、前に来れるようになって、こういう感じで、見てください、見てください、見てください、これ。え？ 何これ、何これ。無理やん、無理やん。どんだけ背、でかいと思ってんだよ。グリーンモンスター。グリーンモンスターだっけ？モンスターハウス。ちょっと左狙うか。流し打ちはまずしないんだけど。ちょっとモンスターハウスに狙いましょう。オッケー、モンスターハウス。あ、ワンバンか。足遅えな。 あれっすね、いつもボルトとかさ、イチロー選手とかね、ほぼ90の走力の選手ね、操作してるんで、結構厳しいっすね。お、来た、晴れやかなオンサインですね。まあ、わかんないな、これ、実際。まあ、罰で打ってるんでね、ちょっと飛ばないっていうのはあるかもしれないけど。嘘でしょ？パワー99だぜ。どこ行った、どこ行った。わ かんない。あ、まあ、これ、はしご登るの、登らせるの、俺に。ちょっとさすがに文句なしのホームラン打ちたいね。うわ、すごい当たり。パーフェクト。いいね、このスパイクの音が。たまらん。ちょっとたまには。待って。暴挙に出たんだけど、ピッチャー。ひどくない？少年野球じゃないんだからさ。たまに 少年野球とかでさ、ひどい時ありますよね。なんていうのかな。おお、盗塁。テチテチ盗塁決めたぞ。なんか少年野球でさ、ものすごいスピードで先に投げるみたいな。ああいうのせこいよね。今見ました、今。手を見ました、今。あ、今の人なんか、あれじゃない？どこだっけ？オッケー。リアクションいいよ。誰か拾いに来て。レフト楽しい。オッケー。ナイスプレー。下手投げで、ね、恒例の。そろそろ確定ホームランが欲しいですね。うわ、しけた。ヘスラしよう。お詫びのヘスラ。待って、オッケー。アウトオブプレイ。ボールデッド。来ました、JD マルティネス。前行こう。一番前行っちゃダメな相手だから。お！来た！
ほら待って、あんな回転でノーバンで行く？嘘でしょ今。ものすごい力感なくノーバン行ったけど。カタスが肩80超え。この今音聞きました。めちゃめちゃいいね。最近このプロスピができなくなってきたよね。これをやっちゃうと。大丈夫か本当。生きてるかこれ。若林シフトで。これ。待って。待って。今、ホームスチールみたいにしなかった。ほら。完璧すぎるやろ、今。そろそろちょっと皆さんにホームランを打ちたいんで。難しいな、なかなか。オッケーでしょ。あ、バッテリーがちょっと強かった。待って。サダール。すげえ、ベリンジャーのシフトが大変なことになってますね。どこ行った。さすがに表示ぐらいしてくれよ。来ました、前田健太選手との、ね、戦いですね。ちょっと見ていくか。今ね33歳、ちょっと 2,3 歳ぐらい年取ってるか、この世界だと。マイケン打ちしたいね。オッケー。あーちょっとこすったか。でも行くでしょこれ。99だからね。お、行かねえか。オッケー。ライトゴロあるよ。フィールディング下がっちゃったやん。出ました、ベリンジャー。もうセンター行っちゃおう。センター行っちゃおう、ベリンジャーは。ここまで来ちゃいますからね。お、マジ来た。待って、今何が起きた。待って、今リプレイ。これリプレイ大事。あ、こんなんどうでもいいか、ちょっと待って、待って。何今の。すげえ。見てください、これ。なんか変な人が視線に入って、センターシフトを取ってますね。ベリンジャーシフト、独自で。これで完璧だったね、シフトは。ほら。え？完璧じゃん。アディダスっていう。完璧すぎない？これすごいよ、これマジで。セットの似てなさすぎる前ちゃん。前ちゃんじゃねえ、前健さんから。なんで前ちゃんって。あ、やった、さっきの王さんと一緒。ダメだ。スライディング集中しよう。オッケー。もうこれからは、パワーをね、99に上げたんで、もう走塁とかね、守備面をちょっときっちりやっていこうか。そうしないとさ、守備がちょっともうちょっと出て、あーよしグランドルールダブル。もうレフトゴロシフトしかいかないよ。レフトゴロシフト。ここまで来たよ。いやー負けてるね。うわやっちまった、最悪のやつ。すごい、あと3点差ですね。ちょっとここでホームランを。なかなかな、難しいですよね。うわすごいカット見ましたね、今軌道。もっとさ、実際のスピード速いんだからもうちょっと速くしてほしいよね。うわいいわ、やっぱ2020。表示がいいですね、表示が。今のちょっと上か。ちょっともうあんぐらいででも飛ぶんだよね。あんまマシンに当てすぎるとさ。うわ危ない、なんとか1点決めたね。クラッチが上がりました。危ない。ここはちょっとおとなしく。お、ベリンジャーすごい、主砲の共演ですね。はい、ということで、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。お、すごい、マイケンさんが映ってますね。はい、ということで、今の段階でどうなんだろう。ちょっと待ってね。今の段階でこういう感じなんで、こっから自走車でね、がっつり打っていきたいと思います。ということで、以上です。